やっぱ1位2位は制服着てないじゃないですか。そう着物なのね。着物で結構順子は天童入り感が見たかったな、制服姿で。これさ、この余談なんですけど、この桂子師匠と順子師匠がね、もう当時も相方がそれぞれいないかったんですよ。でこの AKB48 にさらに乗っかっちゃって、この2人でコンビ組むことになって、そのコンビ名が AKB48 っていう表記だったの。明日順子の A と稽古の K とババアの B で、シワだらけの48っつって、東洋館に AKB 出ると思ってお客さんいっぱい入っちゃった。これはごめんなさい、本当にやばいやつです。